アサルトアルコチ、フランシスコデゴや現在ナショナルポートレートギャラリーにあるイングランドのハイウェイマン、ジェームズ・ハインドの肖像ハイウェイマン、日本語で言うところの追いはぎは、幹線道路沿いにおいて旅行者や通行人を狙った強盗のこと。通例では、徒歩で移動して同様の強盗を行ったフットパッドと区別され、ハイウェイマンは馬で移動したものを指し、 フットパッドよりも上等な部類の犯罪者とみなされていた。イギリスにおいては、エリザベス朝時代から19世紀初頭まで見られ、また他国でも19世紀中後期まで見られた犯罪形態であった。キャサリン・フェラーズなど女性であるパターンも存在したと考えられ、特にフィクションでは彼女らは断層している。ハイウェーマンという言葉の初見は1617年からであり、 こうした盗みを制御とする者たちをロビンフッドのようなヒーロー的な存在として見る場合にはしばしば街道の騎士や街道の紳士などの遠曲的な表現で呼ばれた。19世紀のアメリカ西部ではロードエージェントと呼ばれたこともあり、オーストラリアではブッシュレンジャーとして知られている。以下ではイギリスの事例を中心に解説する。ハイウェインが流星を極めたのは 1660年の王政復古から1714年の安城王の島での期間である。彼らの一部は元兵士であったことが知られており、中にはイングランド内政やフランスとの戦いにも参加していた将校もいた。彼らの活動を可能にした最大の要因は統治の欠如と治安要因の不在であった。管轄の巡視兵ではほぼ無力であり、 日常的な発見や逮捕は困難であった。ほとんどのハイウェーマンは旅行者から金品を奪った。一部には手形を処分できる人脈もあった。他には街道を使う輸送業者にしのぎを持つ者もおり、襲わない代わりとして定期的に身の代金を受け取っていた。彼らはしばしば公共の駅馬車も含む警備されていない馬車を襲撃し、郵便馬車も頻繁に狙われた。止まれ、 有金を全部置いて行け。という有名な文句は17世紀から使用されていた。名前は立派だったが食い詰めていた。ある男は道で出会った男を足止めしたとまで有罪判決を受けた。彼はほんの些細なもののために泊まれ、有金を全部置いて行け。と要求したんだ。旅行者はカプチン界の修道士よりも金を持ってなくて、 かろうじて金目のものといえば1ポンドのタバコくらいで、それを礼儀正しく渡してやったんだ。ザ・プロシーリングス・オブ・ザ・オールド・ベイリー、25エイプリル1677、お前の金か、命をよこせ。というフレーズは18世紀半ばの後半記録で、言及されている。ジョン・モーソンによる証言、私とアンドリュース氏で一緒に、ボルチモア卿のゲートハウス近くにある新しい、 街路あたりまで帰ってきたところ二人の男に出くわしました。彼らは私たちを攻撃してきました。私を攻撃してきた男はそれ以来見かけたことはありません。彼は私の胸に銃剣をポンと当て、お前の金か命をよこせ、と言ってきました。彼は兵士の上着とズボンを着ていました。私は銃剣を脇に尻けて三、四シリングの銀を渡してやりました。 ザプロシー o ング e d i n g s of the o l 12セプテンバー1781ハイウェーマンによる多くの有名な被害者もいた。1774年にノース首相は以下のような記録を残している。昨夜、予期していた通り奪われてしまった。私たちの損害は大きくなかったが、機乗魚車がすぐに止まらなかったために二人のハイウェーマンのうち一人が彼に発砲した。場所は ガナーズベリーレーンの終わりのところだ。ハイドパークで撃たれたホレスウォールポールは、マヒルであっても、まるで戦うつもりであるかのように旅を強いられていると、苦々しく述べた。当時は、犯罪が蔓延し思わず、巻き込まれることもあり、ハイウェーマンと出くわした場合、抵抗を試みれば、血を見る可能性があった。歴史家のロイポーターは、直接的な身体的行為の行使を、 公的及び政治的生活の特徴として説明した。群衆の乱闘から、竜騎兵のマスケット銃による一斉射撃まで、暴力という単語は、プラムプディングと同じくらいありふれたものだった。力は単に犯罪行為だけのものではなく、社会的あるいは政治的な日常的な問題解決のための手段でもあり、犯罪と政治の区別を曖昧にした例えば、ハイウェーマンは、 道の紳士のようなアイロニーでロマンティックな扱いを受けた。同時期の18世紀においてフランスの田舎道はイングランドの幹線道路よりも一般に安全であった。これは今日に国家憲兵隊として知られる征服の支給など統一的な警官隊の整備による功績である。イングランドではこのような部隊は通常の軍隊と混同されることが多く、 しばしば王室による圧勢の道具として用いられた。ハイウェイマンを義族として扱うことは長い歴史がある。標的に対して正面から挑み、望むものを手に入れるために戦いの準備をしていった勇敢な男たちとして多くの人々の賞賛を得た。最も有名なイングランドの義族としては中世のアウトローであるロビンフッドがいる。他にも義族扱いされた者としては 17世紀から19世紀初頭のアイルランドにおいて強盗はイングランドやプロテスタントの支配や定住に対する一般的な抵抗運動としてみなされることが多かった。17世紀半ばからイングランド人を標的にした盗賊はトーリーとして知られていた。17世紀後半にはラッパリーと呼ばれるようになった。この有名なハイウェイマンとしてはジェームズ・フレニー、レドモンドを反論白尺。 ウィリー・ブレナン、ジェレミア・グラントがいる。ハイウェーマンはしばしばロンドンから放射状に伸びる、主要感染で待ち伏せた。通常、荒野や森林といった孤立した立地が選ばれた。バーストエクセターへの道路が交差するハウンズロー・ヒースは、非常に彼らに好まれた場所であった。サリーのバグショット・ヒースもまたエクセターへ向かうルートの一つとして、危険な場所であった。 イングランドで最も悪名高い場所の一つはグレート・ドーバーロードのシューターズヒルであった。グレート・ノースロードにあるフィンチリーコモンもまた同様に悪かった。ロンドンの南方で活動したハイウェーマンはイギリス海峡の港や1920年に温泉で貴族の遊興地となったエプソムまた1625年から上位層の間で人気を博した競馬や スポーツイベントが開かれたバンステッドダウンズなどに通じる街道で裕福な通行人を狙っていた。18世紀後半からはロンドンからラインゲート、ブライトン、サットンに通じる幹線道路が狙われるようになった。危険だとみなされていたい有地や荒野にはブラックヒース、パットニーヒース、ストリータムコモン、ミッチャムコモン、ソーントンヒース、サットンコモン、バンステッドダウンズ、 レーゲートヒースがある。17世紀後半から18世紀初頭にかけては、ハイドパークに出没するハイウェーマン対策として、ウィリアム3世は、セントジェームズ宮殿とケンジントン宮殿の間のルートを夜間はオイルランプで照らさせた。これはイギリスで最初の該当となった。フランスのハイウェーマン、カルトゥーシュの処刑強盗容疑がかかっていた。 イギリスの悪名高いハイウェイマンのほとんどは、公主代で生涯を終えた。ロンドンとミドルセックスの主な処刑場は、台湾形状であった。ここで処刑された有名なハイウェイマンとしては、クロード・ディバルや、ジェームズ・マクレーン、シックスティーン・ストリング、ジャックことジョン・ランがいる。公主代に登ってなお、笑ったり冗談を言い恐怖を見せなかった者は、見物に来た監修に称賛されたという。 1783年11月、形状がニューゲートに移るにあたって、タイバーンで最後に執行された処刑者であった、ジョン・オースティンもまた、ハイウェイマンであった。1815年頃から起乗した強盗の記録は、ほとんどなくなり、ハイウェイマンが強盗を行った最後の記録は1831年で、ある。ハイウェイマンが衰退していった原因には、諸説ある。まず、 この衰退時期は、連発式拳銃、特に、ペッパーボックスとパーカッション式リボルバーが、一般市民にも広く普及していった期間と、重なっている。鉄道の発展が要因として挙げられることもあるが、鉄道網が整備される前にはすでに、ハイウェーマンは、時代遅れの存在となっていた。ターンパイクトラストの拡大といった友人あるいは、ゲート付きの有料道路により、街道で逃走中に、 追ってから逃れるのはほとんど不可能になった。しかし彼らはそのようなシステムを容易に回避し他の道路を使用することが可能だった。ほとんどすべての都市の外側は国境が開かれた場所に通じていた。ロンドンなどの都市はよりよく警戒されるようになっていた。1805年には夜間に騎馬警官隊が市内パトロールを始めた。ロンドンは急激に発達し、 クインチリーコモのような夜間の危険な場所は建物で囲まれるようになっていった。しかし、これは都市の拡大に従って強盗の犯行エリアをより外側へ移動させただけであり、衰退原因の説明にはならない。金貨よりも追跡操作がしやすい銀行券の使用が増えたことで強盗の生活は困難になり、 さらに1773年の第二次囲い込みで、街道沿いでの強盗は急減した。囲い込みによって、従来の開けた土地には、網のように石の壁が並び立ち、ハイウェイマンの逃走経路を道路上のみに限定させたし、さらにその道路も、また両側に壁があり、パトロールも改善された。産業革命で始まった人口の急激な増加も、 また、単純に監修の目を増やすことを意味し、人気のない偏僻な場所という概念自体を過去に、ほおむり去った。日本語では、ハイウェイマンの定約として、追いはぎの子を当てるが、フットパッドも同様であり、日本における追いはぎとは、意味合いはやや異なる。日本では、人気のない街道沿いで旅行者や通行人を対象に、下冒頭を追いはぎと呼んだが、古くは、追い落としや引きはぎともいい。 13世紀前半に成立した宇治周囲物語には、ひはぎという言葉も見られる。追いはぎは、その後の通り被害者の身ぐるみを剥いだものを言うが、追い落としは転ばせるなどしてひるんだところを、荷物や財布などの金品を盗み逃げ去るものを言う。江戸時代、くじ方を定め書きにおいては追いはぎと追い落としは、明白に区別されており、追いはぎが獄門であるのに対し、 追いおとしは一等軽い資材であった。他にも、三野を根じにする者に対しては、野党や三賊という語も用いられる。強盗や盗賊を義族としてヒーローを扱いする文化は、日本にもあり、古くから、講談や歌舞伎の題材として、石川右衛門や、ネズミ小僧、架空の者としては、白波五人男などが有名である。オスマン帝国時代のギリシャにおいては、 クレフテスと呼ばれる山賊が活躍した。元はオスマンの圧勢から逃れるために山岳地帯に逃げ込んだギリシャ人たちで、後のギリシャ独立戦争においてはゲリラとして貢献した。18世紀から19世紀にかけてハンガリー王国で活動したハイウェイマンガビットヤースである。 1830年代までは単なる武装強盗とみなされていたが、彼らを題材にした歌やバラード、物語などによって徐々にロマンチックなイメージが与えられていった。いくつかのベティハーは、社会正義のために戦った伝説的な人物として扱われるようになった。代表的な人物としては、特に北、ハンガリーで活躍したヤーのシークは現代でも、スロバキアのロビンフッドと呼ばれている。 インドア大陸には何千年にもわたる組織化された強盗の長い歴史がある。この中で最も有名なのは19世紀半ばにイギリス植民地政府によって壊滅させられたタギーがあり、これはインドの街道沿いで旅行者から略奪を行った順、宗教集団であった。タギーは標的とするキャラバンに親しく近づいて油断させ、タイミングを測って相手を考察し、 貴重品を強奪した。諸説あるがタギーは1740年から1840年の間に100万人を殺害したと言われる。より一般的には広報でデッコイッツとして知られる武装集団は国内の多くの場所で長い間大きな混乱をもたらした。近年ではもう卓東主義のなくさライト運動と結びつき様々な世情不安をもたらしている。 カイアイクーラム・コチュンには、19世紀初頭に中央、トラバンコールで活躍した有名なハイウェイマンであった。近くのイティッカラ村の親友、イシー・カープキと共に、不豪からの住み、貧民に、それを与えたと伝えられる。アラトゥープーザ・ビレイダ・パニッカーと呼ばれる EN、イザバの戦士の助けを借りてコチュンには捕まり、悪名高きポージャップラ中央刑務所に送られた。 彼の伝説は民話にまとめられ、今日にも読み続けられている。オスマン帝国支配下のバルカン半島では、オスマンの支配に反抗して、ゲリラ活動や反乱を起こした盗賊たち配毒がいる。彼らは19世紀初頭のセルビア放棄など多くの戦争に貢献した。オーストリア・ハンガリー帝国領内に住む、セルビア人やクロアチア人の難民たちは、アスコサイの一部に加わっていた。 この有名な自由の投資には、ストリーナ・ノバークがおり、また有名な無法者として、ジョボ・スタニサ・サベル・ジェビック・カルーガがいる。中世のワラキア、モルダビア、トランシルバニア、ウクライナには、ヘイデュークスやゲイデュークスと呼ばれる者たちがおり、彼らは森を根ろに、地元のボヤールや街道沿いの旅行者たちから略奪を、行った盗賊や、脱走兵であった。時々、 彼らは貧しい農民を助けていた。ビクトリア朝時代のペープサートに描かれたアイバブラック・ベースに乗のルディック・ターピン・シェイクスピアのヘンリー4世第1部においてフォルスタッフはハイウェーマンとして登場し、劇の一部は彼とその仲間が起こした強盗に関係するものである。他にイングランドの演劇で有名なハイウェーマンとしてはジョンゲイによる18世紀のバラット・オペラ、 ベガーズ・オペラの主人公マクヒースがいる。ディック・ターピンの伝説は1834年の小説ロックウッドに由来するところが大きく、かなり脚色された主人公の一人として登場する。アルフレッド・ノイズの物語誌、ハイウェイマンは1906年の観光以来人気を博している。18世紀初頭からハイウェイマンや その他の悪名高い犯罪者の短編小説シリーズが非常に人気を博した。これら最初期のものとしては1714年のキャプテン・アレクサンダースミスのコンプリート・ヒストリー・オブ・ザ・ライブズ・アンド・ロバース・オブ・ザ・モースト・ノートリアス・ハイウェイ・面がある。この種のシリーズは後にニューゲート・カレンダーとタイトルに含まれていることが多々あり、これがこの種の出版物の一般名になっている。 19世紀後半においては、ディック・ターピンなどのハイウェイマンが、若者向けの犯罪小説シリーズ、ペニードレッドフルに、数多く掲載された。20世紀にはハンサムなハイウェイマンは、バロネス・オルツや、ジョージェット・ヘイヤーによるものも含む歴史もの、恋愛小説の格好の題材となった。ウォルター・スコットの1818 18年のロマンス小説、ミドロジアンの心臓は、 スコットランドからロンドンへの旅行中にヒロインがハイウェイマンの待ち伏せを受けたことが語られる。ありがとうございます。